正和議員の一般質問を許します。大丈夫です。ああ、そういうことですか。はい、議席18番、国吉正和議員。再々愚数よ中部がなびら、第436回読谷村定例議会におきまして、議席18番国吉正和一般質問を今回はまず初めに田島俊夫副村長の選任について、そして、ノーベル平和賞を夢見る村民基金について、そして、子ども子育て、支援法についてと3つ通告を出しておりますが、まあ、その前に、まあ、私が一般質問の中で楽しみにしとる一つの所見について、一旦を述べさせていただきたいと思います。今年ももうあと一月を切っているわけでございますが、本当に今年は選挙の年だったなというのが昨日の選挙も終わって感じました。1月に名護の市長選挙と、私も総決起大会、それから打ち上げとか、また何度か選挙運動にも関わりさせていただきまして、ぜひ辺野古の新基地はストップというふうな民意を構築せんといかんなという思いで、名護に何回か足を運ばさせていただきましたし、2月には村長選挙と、そして9月には村議選挙、そして1ヶ月前の11月に沖縄県知事選挙、そして慌ただしく昨日の衆議院選挙というふうに、本当に選挙の年でありましたし、また特に私たち議員団においては、9月の選挙のその準備等も含めると約半年ぐらい、選挙の運動に忙殺されたなというのが、昨夜、眠りながら思ったなというのがあるんですけど、まあ、その選挙というのがですね、私本当に沖縄の県民の意識はとても高い意識を持っているなというのが本当に、特にこの3つの大きな選挙を通してですね、沖縄には本当に民主主義が構築されているなというふうに私は感じております。これもひとえにやはり異民族の支配下に置かれて立法院議員時代からの物事の取り組みを、議会人ももちろんそうですけど、それを支える県民がそういったものの構築に関わってきたなというのが、私その一つの流れを感じております。ぜひとも今国会議員が、沖縄県選出の国会議員が10名になりましたので、本当にこれを機にオール沖縄でですね、対大和政府に対して私たちの先人が築いてきた内縄のおまんちゅの思いというのをですね、しっかり10名の国会議員がオール沖縄としてですね、大和政府と物事に対峙してもらいたいなというのが今朝の感想でございます。それでは、通告に従いまして、一般質問に入ります。田島俊夫副村長の選任についてということでございまして、質問を投げる前に、去った11月3日で、条約1期、副村長2期というふうにして3期12年のですね、特別公務員の任を終わられました池原英順氏におきましては、本当にこの
行政職とそして特別公務員という長年にわたってですね、身を粉にして、業務を私尊重を支えながらやっていただいたなというのが感じております。本当にお疲れ様でございましたということを申し上げまして、一般質問をさせていただきます。1、田島氏が代表取締役であった株式会社地域計画研究所を含むこれまで40年間に関わった主な事業名と事業規模面積と総額を求める。2、提案中の中に村民と共に汗を流し共に喜んできた方と表現があるが具体的に説明を求める。3、提案中の中に田島氏の卓越した知識と豊富な経験と人脈を生かしたあるが想定する人脈の説明を求める。4、8年前にあざ親氏に居宅を構えた思いを伺う。5、11月の県知事選挙についての所見を田島氏に伺う。石峰村長。質問の、1からお答えいたします。本村における、田島氏の、事業経歴については、総件数で62件、面積がこれは村の面積を言っております。 35.17 平方キロメートル、当然それ以外に、16キロに及ぶ自然海岸の話とかですね、スビー南ウザイの、海域調査もやってますんでその海域の面積も入れるともうそれ以上になると思います。総額で約4億円でございます。主な事業としてこれ第1次から2次と書いてあるんです。これ第4次までですね、読谷村第1次から第4次までの総合計画でございます。あと読谷村あざ別構想の1つ目と第2次あざ別構想でございます。そして都市基本計画策定調査、読谷村これも第1次第2次ですね、第1次第2次都市計画策定調査、そして読谷飛行場転用計画調査、読谷飛行場転用基本計画及び大木地区土地区画整理事業計画、亜熱帯農工業研究試験場整備事業、基本構想業務で後々、農業支援センターになっております。で読谷補助飛行場跡地利用実施計画で、一緒にやって共同の村づくりの中については読谷村飛行場基本計画策定における地主会との本土調査やその読谷飛行場の解決手法の話し合いをやっております。で、あざ別構想策定においても我々職員とともに各あざ公民館での意見聴取が行われました。これはほぼ全あざの約3回を繰り返しですね言ってございます。あと海域保全調査ということで海ん中と一緒にですね職員とともに読谷村の全海域の調査が行われました。これはデータとして非常に貴重なですねデータとして今日に残っております。人脈は、内閣府総合事務局、沖縄県全国自治体労働組合中央本部、東京都の、区部ですね、都じゃなくてですね区部の方です。で衆議院議員琉球大学ということで、琉球大学は、学長を含めですね、そういった意味でこれまで業務関係で関連のあった方、そしてそれ以外にもですね講師ともにお付き合いにあったたくさんの人脈がございます。4と5については本人から答弁させます。田島副村長。続いて、4の以降をお答えいたします。八幡の里に居宅を構えたという思いですが、第一次総合基本構想に八幡の里建設を掲げさせていただきました。40年前になりますけれども、それの八幡の里の行く末をですね見届けたいということで八幡の里の中に次の住まいということで居宅を構えさせていただきました。丸5についてですが、
11月の知事選挙初見ということですが、まあ、基地の問題をめぐってですね、沖縄は常にこう左右に揺れてきたという経緯がございます。しかし今回の知事選挙はですね、まあ、停留に流れる沖縄の心が結集した選挙であったというふうに、受け止めております。国吉正和議員。はい、丁寧な答弁をいただきまして、それに基づいて再質問させていただくわけですけど、まあ、田島さんが村との関わりは40年前というと復帰さなかかなということでございまして、その時の読谷村の人口は2万3000人、それが40年経って4万もう1000名足らずですか、そういうふうな人口規模で、件数も先ほど報告ありましたように、62件に関わり、そして、面積ももう村面積全域と、これは先ほど村長ありましたように伊能の海岸16キロの海岸線というふうなことであります。で、主な事業の中にも7項目を大きく挙げていただきましたけど、まあ、その中で、やはり、読谷飛行場の転用計画ということで、表現ございましたけど、その件についてですね、今の進捗状況をどのように考えていらっしゃるか、副村長に私 お伺いします。議席15番長浜宗則議員が出席をしております。田島副村長。読谷飛行場跡地の現状についてですが、私としましては読谷飛行場にまつわる、土地問題がですね、一応一段落したというふうに考えております。その後アトリオにおいてですね、農業の基盤投資が進んでおりますけれども、これからいよいよ農業の生産が始まるということでありまして、これからおそらく読谷村のかなりの主要な産業の一部分にこれから成長してくるんだろうというふうに考えております。それに向けてですね、かなり今日的なですね、新しい農業の展開をこれから準備していかなきゃいけないだろうというふうに考えております。国吉正和議員。それと、まあ、今のお話と、まあ、それを行くまでにおそらく地主の皆さん、あるいは関係者の皆さんとね、先ほど汗を流したというお話がありました。まあ、週に1回会議をしたにしても年間50回、まあ、それが数年にまたがると数百回会議を重ねてきたかなというのが私は読み取れるわけでございます。で、アザベス構想においても22カアザで66回というふうにして、常に村民と関わりながら今日まで来たなというのが先ほどの答弁でありましたし、それから八千代の里に次の住まいについても、まあ、ある意味で何も男女差別で言うものではないんですけど、男冥利にある意味では尽きるんじゃないかなという思いがするわけですよね。まあ、短い表現ではあったんですけど、自分が物事に取り組んだものを、まあ、そこでしっかり見届けたいという思いで男冥利に尽きるなというのが私先ほどの短い答弁であったんですけど、それが感じております。で、まあ、政治的なものについてもスタンスが明確になりましたし、でそれで先日一般質問の1日目に中曽根議員に対しての決意という流れの中でですね、表現があったんですけど、まあ、先ほどのいろんなこの62件に及ぶ計画の成果がやはり地域文化、それから共同を誇りとする村づくりが進められているなというふうに決意も述べられたし、その結果が今年人口日本一の村になってきたというふうにお話し決意を聞いているわけでございますけど、その中にですね、新住民とも一緒になったコミュニティ作りと、今一番私読谷の課題の一つとして挙げられるのはその件じゃないかなと
というふうにも考えているわけです。でそれがだから今年4月1日から行政区割りも改善も入っていたと、そんな一連の流れがあるんですけど、その新住民とのコミュニティ作りというのはどのような所見を持っていらっしゃるか伺います。田島副村長。土曜日にですね、子ども芸能祭が開催されました。私初めて拝見させていただいたんですが、いやこうもですね、世代にわたって地域の芸能がですね受け継がれているというのは非常に、感動いたしました。おそらく内地もそうだったと思うんですけれども、昔はそういったコミュニティの中で芸能が受け継がれてきた時代っていうのがあったと思うんですが、残念ながら内地の方は高度成長とともに、いろいろ地域が変化しまして、そういったコミュニティが、変わっていったというような経過がございます。特に昭和40年代からですね、東京に人口が集中しまして、都市郊外に非常に人口が増えたという時に、典型的には東京都町田市なんかはそうなんですけれども、新しい住民がやはり7割近くなったというような歴史があります。その時に新住民とのですね、町づくりをどういうふうに考えていったかという典型的な授業がありましたけれども、それは行政が主導したというよりは市民の方から湧き上がってきた10万人の個展というのがございました。これは路上も含めてですね、いろいろ自分たちの作品を集めて、芸術展を開くということ、これは大変盛況な催しになりまして、そこで新たな人間関係が生まれてきたというような歴史がございます。そういうことを考えますとですね、やっぱり新住民を含めたコミュニティというのはやはり心づくりみたいなところと結びついてないとなかなか難しいというふうに思います。でなおかつこの間の子ども芸能祭を見てみますと、ちょうど非常に小さな3歳や4歳の子どもたちが出演しているというような状況を見ますと、今読谷村に新しく住まわれた人のですね、 お孫さんが読谷村民になる、そういった経過まで含めた、コミュニティ作りをしていかないと本当の定住というふうに言えないんではないかというふうに思われます。そういうことで読谷村のその子どもたちの子育ての段階からですね、今読谷村が持っている豊富なその芸能とか文化ですね、そういったものを交流して、ぜひ、新しいコミュニティを作っていければと、そういうふうに考えております。国吉正和議員。はい、今しっかりとその新住民との一緒のコミュニティ作りというのを確認させていただいたわけですけど、まあ、ちなみに新住民というのは新規に住所を所有し定住することを前提とする定住型と、各種の事情から賃貸住宅に居住し定住を前提としない移住型が存在するというのが、まあ、分かりやすい定義かなと思っているんですけど、やはり今副村長もお話ありましたように、いろんな文化を通してあるいは交流をすることによって、一長一短ではその地域コミュニティを作るのは難しいかもしれないなというのが今のお話からも伺っておりますし、また2年前に行政改善の調査特別委員会、その席でも有識者ということで、私たちその特別委員会は田島氏を招いてですね、意見交換をしたんですけど、まあ、その時にも田島氏は全く同じように個人で転入するそういった新住民に対してコミュニティとの参加というのは非常に努力がいると、でひょっとしたら3代かかるかもしれんというような答弁もいただいているわけですよね、意見もいただいているわけです。やはり一朝一夕には物事は進まんだろうと、そこでじっくり物事を組み立てることによって、その新住民の皆さんも読谷の独特のそのカラーに溶け込んで、そこで生活を営む
出るというのが私も理想とするものかなと思ってるんですけど、でも幸いにもですね、私たち読谷村には先ほどからいろんなありますように、その風土といい文化といい本当に伝統を誇るようなものがございますので、そういったきっかけ関わりでですね、私はそういった新住民の皆さんともしっかり地域コミュニティが形成できていくんじゃないかなと思っております。で、そして、まあ、今その地あの新住民というお話が出たんですけど、ちなみに行政当局は今その新住民と言われる皆さんは人口あるいは世帯から言うとどの程度ということで把握しておりますか。安田総務課長。まあ、今新住民という、言い方をしておりますけど、まあ、自治会に加入している方々と加入していない方々というふうな考えで言いますと、約、5割半分ぐらいになっております。国吉正和議員。やはり今5割というお話が出ていますので、しっかりとこの今年の行政区割を設定したことによってですね、そういった地域コミュニティと関われる状況を私は新副村長にもそういった期待をしたいなというふうに思っております。でそれから先日の答弁にも出したように、4万人というもう人口規模、そこに起こる行政の組織というものについても述べられていたわけですけど、復帰前後の2万3千という人口と、もうそれの約倍近いものになってきているわけですから、当然やはり組織の在り方というのも、私はもうこれは年々変わっていかんといかんじゃないかなというふうに思うわけです。小規模所帯であれば縦割りでも隣で、職員が何をしているかというのがお互い、把握できたはずですけど、今はもう正職臨時職宅回すと500名余るような大所帯でございますので、そういったものの取り組みについてもですね、縦割りでなく横断的なシステムというお話もいただいたんですけど、その件について少し表現をお願いしたいなと思っています。田島副村長。まあ、所帯が大きくなったということで、相互のこう意見交換がなかなか難しくなってきたなというのが、私こちらへ今来て感じているところでございます。でも逆に言うとですね、それは組織的に対応すればある程度解決していくところもあるんではないかなと思っておりまして、一つはですね、まあ、小さな所帯の時は隣同士お話しすれば意思が通じ合ったということをですね、組織的に行うためには、やっぱり機構の中のその企画というところがですね、この横断調整の役割をしていくべきだろうと、これがまず一つあるんではないかなというふうに思います。それから各産業部門がですね、縦割り的になっておりますけれども、読谷村でこれまで非常に、まあ、生きがい作りも含めてですね、活性化してきたのは、そういった部門が横につながった事業ができた時なんですね。そういうことで考えますと、こういった産業部門を横につなげていくような機能が重要ではないかなというふうに思いまして、これらをやはり企画部門が担って一緒に事業を進めていければ、もっと素晴らしいものができるかなというふうに考えております。国吉正和議員。はい、大まかな点においての今副村長の表現で物事が見えたかなというふうに感じております。ぜひそういうふうな視点を大切にしていただきたいなと思っておりますし、それから今回のこの副村長の選任においては、私は石峰村長、まあ、過去に遡れば山内徳信前村長が民間から安田敬三氏を選任したという時代背景もありますし、まあ、ある意味でそういったものとも似通ったのもあるかなというのが、まあ、私ながらねそれを感じておるんですけど、この度の選任においてですね、
行政マンでない出身をですね、副村長に選任したというその意図を村長の方から伺いたいなと思っております。石峰村長。はい、村づくりにおいてですね、非常に読谷飛行場というこの大きな課題が今具体的に動き出しているということと、圧倒的に時間のこれまであと何か年かするとですね、社会基盤の整備がほぼ見通しがつくかなと思います。そして生産基盤もそうですけど、これからはそれを中身をですね、農業で言うと今まで農業土木というんですか、土地改良事業基盤整備をやってきたということで、今後は、営の農業経営をやっていくということでですね、これ経済もそうですけど、教育とかいろんな面でですね、基盤はできました、箱はできました、あとその中身をですね、いかに充実させていくかということで、行政マンでないですね、田島氏を副村長に招いてですね、これからはその先ほど来言ってますいろんな知見も含めてですね、そのネットワークと知識をですね、ぜひ、行政運営の中でですね、生かしてい、きたいというふうに考えてですね、このような布陣になっております。国吉正和議員。はい、党の本人の意見もお伺いさせていただきましたし、また石峰村長がこの度の行政前でない中での人選という意図も今確認させていただきました。私は去ったその選任についての同意に関してですね、もちろん賛成した立場でございますけど、私は基本的にはですね、人事権というのは村長に、一任されているものだと、私はそういうような視点で物事は捉えているわけですよ。議会が部課長に人事に関してどうのこうの言えるものでもないし、ただだからそこがじゃあどうして議会に同意を求めるかといったら、それはやっぱり特別公務員だから同意を求めるというだけの話であって、そういった観点からすると部課長に我々議会がどうのこうの言えないのと同じで、私はそういったましてや信任であるわけですから、2回目とか3回目であればですね、その4年間の行動でもって物事は判断が十分できるはずですけど、そういったこともせずに反対が出たと、5名が反対が出たというのが、私のものの考え方からすると理解に苦しむというのがあります。でそういう意味でもですね、また今日の私のその答弁に答えていただいたものをですね、私たちはまたしっかり村民にこういうような副村長でありますよというのが、また共同の村づくりをする立場の議員としてもですね、村民に説明責任を果たすべきものだなというふうな私は見解を持っているわけでございます。ただあえて申し上げれば残念なのは、反対した5名がですね、今議会においてどなたもその選任について通告がなかったというのは、私は極めて残念だというふうに申し上げて、2番に移りたいと思います。続きまして、2番、ノーベル平和賞を夢見る村民基金について、1、当該基金と現在の運用内容の説明を求める。2、これまでの運用収益総額と収益による主な事業の説明を求める。与那覇総務企画部長。ご質問の2-1についてお答えいたします。現在ノーベル平和賞を夢見る村民基金では、1億5000万円の国債と1億円のユーロ債を保有し運用しております。基金運用により得た収入は村民のユニークなアイデア発想に着眼し、村民おのおのの自主的な事業の企画立案に対し助成を行っております。次に2についてお答えいたします。平成2年度から平成25年までの運用収益総額は約9100万円となっております。収益による主な事業の内容といたしましては、交流事業や緑化推進事業、豊かな生活環境づくりとなっております。また近年では記念者発刊事業、
括弧文化創造活動が増えてきている状況にあります。国吉正和議員。確か今村の表現はノーベル平和賞を夢見る村民基金ということの表現になっているかと思いますけど、これは竹下昇元首相の時代にふるさと創生事業ということで1億円を日本全国の自治体に交付したというものからのスタートかなと思ってるんですけど、その1億円だったのが今は1億5000万との国債と1億円のユーロ債と、この金の推移を説明を求めます。与那覇総務企画部長。はい、今お話がございますように、昭和63年に竹下昇当時の首相がふるさと創生事業ということで、全国の自治体に一律に1億円、ただ全国の自治体といいましても実はこれは交付税の財源から当てておりますので交付税をもらっている自治体という方が正確でございます。ですから、不交付団体の東京あたりは、おそらくなかったと思います。で、例えばその1億を使って、使途もそれぞれに任せるという名目で1億円されました。でこれ63年と元年に2回に分けて実はトータル1億円が入ってきております。でその後、その1億の流れを踏んでですね、次地域づくり推進事業というのが中身は大体同じような感じですけども、それで読谷村には9600万入ってまいりました。これが、平成2年3年というふうに、入ってまいります。で この時点で、基金は、2億6300万ということになります。でそれから3年しまして平成6年には第二次のふるさとづくり推進事業ということで、こちらの方は、の方で、3000万入ってきております。これでトータル約2億5000万ということの経緯でございます。国吉正和議員。はい、2億5000万の中身を把握させてもらいました。で、その、運用収益で、9100万円と平成2年度から25年度までということで、ありまして、私はこの事業ですね、本当にその当初のこう発案をしてそれを施策として持ってきたという、そしてその効果がですね、もうもちろん村民我々みんなご存知のような成果が出てるなというのが実際実感としてあるわけです。昨日も高潮の老人クラブであります若穂の会がですね、50周年の記念事業 でそこの記念誌の発刊においてまたノーベル基金を活用させていただいたということで、昨日も当事者は非常にそれを評価しておりましたし、その流れの中でですね、私は本当にその読谷の行政職員、素晴らしいこう企画をやってるなというふうにあるんですけど、ネットでですね、じゃあ日本全国どんなものをやってるかといったら少し何とか紹介するんですけど、あるところが日本一長い滑り台を作成し完成3日後に日本一の座を奪われるというふうなこともありますし、また学校の屋上に巨大電光掲示板を設置し、その後300万円で売却というふうな話もありますし、純金のカツオ像後に盗まれて溶かされたというふうな本当にとんでもないようなのが出てきているのがあるなということで、これでいい事例としてのよく有名なのが大分県の一村一品運動かなというのがありますし、私は今このノーベル平和夢見る基金というのが村が作成したのはこの大分の一村一品運動にも負けるに劣らない施策で展開しているかなというのが昨日の関係者の喜びの声にもあったなと思っているわけですよ。それもぜひどんどんまた活用を生かしていただきたいというふうにあるんですけど、ところでですね、
田島副村長はそういったものを、まあ、いろいろ東京とかとの関わりもあったみたいですけど、このふるさと創生資金の活用とか読谷 の、 そのノーベル平和賞基金についてどのような所見を持っていらっしゃいますか。田島副村長。私は20年ほど前にですね、東京都足立区におりまして、足立区の、町づくりトラスト運営委員というのをさせていただいていた経験がございます。まあ、その他には町づくり公社の理事とかですね、町づくりカウンセラーといういくつかの仕事をさせていただいてたんですけれども、その町づくりトラスト運営委員というのは、足立区はマンション開発がございますと、開発の負担金というのを徴収をしているんですね。それはまあ、人口が増えますから、小中学校の教育費の負担とかそういったものがありますので、それの多少の見返りという形で開発負担金というのを徴収しております。それが相当な額になりましてですね、でそのお金をまちづくり基金という形で、足立区は運用しておりまして、それの、まあ、運用先をどうするかというのは、まあ、まちづくりトラスト運営委員会ということで、その運営委員をさせていただきました。まあ、ふるさと創生とかいろんな基金運用がありましたけれども、同様な事業を東京都世田谷区の方でも行っておりまして、世田谷区の場合はその基金運用に対して審査会が設けられますけれども、それは全面公開なんですね。申請した方々が説明に上がってですね、それを審査員が審査する過程そのものを全部公開するというやり方でやっておりました。まあ、私の方もですね、公開の原則に立ってるんですけれども、審査員はですね、いわゆる足立区だけの人ではなくて、外からいろんな方々が入っております。学識の経験者もたくさんいられて、そういうふうにしてですね、その基金運用については、公開というのと自分たちだけで決めないでですね、いろんな人の意見を聞くというような方法を取っていくというのが、先ほど言った無駄遣いにならない一つの方法だろうというふうに思います。読谷村もですね、こういった基金運用についてはもう少し公開型であるべきではないかなというふうに考えております。国吉正和議員。早速私今の最後の答弁で、田島効果が出てきたかなというふうに、感じております。ぜひともですね、そのせっかくの皆さんの素晴らしい、発案をもっと熟度を高めるというまた方向も模索する必要もあるんじゃないかなというふうに思ってますし、それであと1点、やはりこの金についてであるものですから、昨今非常に今、まあ、アベノミクスというふうな表現もいろいろ出てるわけですけど、で国の借金はもう1000兆余るというふうな時代に入ってきてるわけですし、そういった関連も含めてですね、この基金の運用についてはですね、非常にこう、慎重に配慮もせんといかんなというのもあるんですけど、国においては、年金の運用をですね、株式の比率を増やすというふうな方向性も入ってきたりしてるんですけど、そういった観点からですね、担当部長として、そういったものの運用についての所見を伺いたいなというふうに考えています。与那覇総務企画部長。はい、まあ、今の先ほどご答弁申し上げましたが、現在国債とユーロ債という形で運用させていただいておりますが、これが始まりました平成2年の頃というのは、いわゆる定期預金の金利もかなり高金利でございました。当時でいきますと、そうですね、ちょっと、平成2年、平成3年というのは、
6.3% とか 5% の預金の時代がございました。でその際はその預金定期預金の利子でもって1000万近くのお金が上がったということがございましたけれども、平成16年あたりから低金利が進みまして、まあ、2億預けても1万円足らずというふうな時代がございました。でその際に、そういった国債とかという運用に検討に入りまして、で、現在に至るわけですけれども、現在保有している国債は今 1.7% でございます。で、先頃、まあ、現在の20年国債の、状況を確認しましたら、だいたい 1.2% ぐらい、まあ、今に 1.2% を割り込んでいるんじゃないかなと思いますが、まあ、円安がどんどん進んでいく中ではこういった形がしばらく続くのかなという感じがあります。まあ、もちろんこの国債購入そして売却にあたっては役場内部に公金検討委員会という組織がございます。まあ、その中で専門家証券会社の情報も取りながら状況も逐一勉強しながら国債の在り方については運用していくという方針を持っております。まあ、当面は今持っている国債運用で今約250万ほど年間出ておりますので、そしてユーロ債が昨年度から少しずつ収益が出ております。まあ、加えてそれも含めまして現在の状況ので動きながら今後も国際情勢も勘案して内部で検討していくというふうなスタンスでいきたいと思っています。国吉正和議員。今の答弁からするとスタート時期は非常に利息が高い時代だったと、まあ、6% 前後ぐらいのことで非常にある意味で運用も良かったなというのが今答弁で把握されているわけですけど、で現在においては国債とユーロ債ということでの運用と、でそれに関しては公金検討委員会でしっかり物事も把握しながら進めるということであるわけですけど、先ほども申し述べましたように非常に経済が目まぐるしく変わるような世の中が、私は自分なりにはそういうのが展開されると思っているわけですよ。物事はこれ安定しないなと、いつある意味ではもう何が起こってもおかしくないなと、で去った10月末に日銀が大量にまた通貨を流すというある施策も、ある意味では日銀としては消費税をしっかり上げてもらいたいという目論みでああいうようなことをやったかと思うんですけど、それが政府は行政はそういうことをしなかったということでありますから、私は今の日銀総裁ひょっとしたらテーブルひっくり返す可能性も十分あるんじゃないかなと思っているものですから、非常に物事というのが読みづらい社会経済情勢に入ってきたなというのがあるものですから、しっかりそこら辺は当局においてはいろんな知恵も絞りながらですね、運用には安全を期してやっていただきたいなというふうに申し上げ、3番に行きます。子ども子育て支援新制度について、丸1、子ども子育て関連3条例を読谷村議会は去る9月議会にて可決しましたが、9月議会までの他市町村の可決状況を求める。丸2、来年4月より子ども子育て支援新制度が始まりますが、現在の支援制度との主な相違点を幼稚園保育所それぞれ求める。丸3、子ども子育てニーズ調査の結果から読谷村の主な課題を求める。新里子ども未来課長。ご質問の3の丸1についてお答えします。県内市町村へ問い合わせをしたところ、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例と、家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例につきましては、21市町村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例につきましては18市町村となっています。丸2についてお答えします。
新制度では幼稚園につきましては利用者は村立幼稚園施設型給付となる私立幼稚園を希望する場合村から一号認定を受けることが必要となります。また利用料につきましては保護者の所得に応じた利用料となります。保育所保育園につきましては利用者は村立保育所認可保育園を希望する場合村から2号認定3号認定を受けることが必要となります。丸3についてお答えします。ニーズ調査からの主な課題としましては延長保育土曜の午後の保育について待機児童解消要小学校の放課後の過ごし方について幼稚園の午後の預かりについて病児・病後児を預けることについて子育て支援について情報・サービスの拡充等この6つの課題が挙げられます。国吉正和議員。はい、一つ進めていきたいんですけど、最初に私、この条例の可決は県内市町村の中でどういうような位置づけであったかを聞いた意図というのがですね、当局がどういう姿勢で、この問題に取り組んでいるかというのを確認するという意味で、一番を出させてもらったわけですけど、これは去年の9月議会において、子ども子育て、会議条例を私はあの時点では、村内でも早いタイミングで、取り組んでもらってるなというのが認識させていただいたわけです。まあ、それはやはり行政当局がその件について非常に前向きに取り組んでるなということがあったものですから、じゃあ今回のこの3条例についてはどういうようなものかなということだったわけですよね。まあ、ほぼ他の市町村も同列であるしいうことで確認しているわけですけど、その中で、放課後児童健全育成事業については、3町村が他の2条例については21市町村だったんですけど、この放課後児童については18市町村と、そこに3町村の違いがあるんですけど、それはどういうようなことですか。新里子ども未来課長。この条例の提案につきましてはそれぞれの市町村で違うと思いますけども、詳しい、ことは聞いておりませんが、まず12月議会に提案する市町村もかなりあるということを聞いております。それから、市町村によってはですね、3月というふうなことも聞いておりまして、21市町村と18市町村の違いというのは詳しい状況は調べてございます。国吉正和議員。はい、今の答弁でちょっと、他市町村のことはあまりどうのこうの言うものでもないんですけど、これからとかいうのを聞くとちょっとびっくりだなという感じがするんです。そういう面ではしっかり物事は前向きに捉えてるなというのが今行政当局の姿勢を確認させていただいているわけですけど、で現在の制度と、新しい制度において大きな違いというのは先ほどの答弁ではそれほどないなというのがあるわけです。よく1号認定とか2号3号が出てくるものですから皆さん孫をつくいっているかなと思うんですけど、これは表現の仕方であって、現在の取り組みと何だ変わらないなというのがある今の答弁であったかなと思っているわけですよね。もちろん大きな違いはこの負担が王の負担になるというのと、それから幼稚園の午後の一時預かり、保育が一番変わるのはその件かなというふうにして、答弁からは感じるわけですけど、その、一時預かりについても先日の一般質問においても3名の議員が捉えていただいておりますので、それ以上の議論はないんですけど、ただそこで、一点確認させていただきたいのはですね、預かり保育というのはどういうふうに定義をしているか確認をさせていただきます。
知花学校教育課長。はい、一時預かり事業をですね、まあ、国の方から出たもので、参考事例として留意事項がございます。位置づけとして書かれているのが、教育課程にかかる、教育時間外の教育活動、かつ、第二種社会福祉事業というふうな形で、留意事項に書かれております。休憩いたします。再開してからでよろしいですか。再開いたします。新里子ども未来課長。一時預かり事業といいますのは、保護者の急な用事あるいは、就労の形態によってですね、子育て家庭のさまざまなニーズに合わせてこの支援をしていくということで、預かることになります。今回はこれまではですね、保育所の方ではそういった一時預かり事業というのは行っておりましたけれども、幼稚園についても午後一時預かり事業を実施できるということになりましたので、イムタン村の方では村立保育や幼稚園の方で、希望する児童は預かるというふうになっております。国吉正和議員。相手を私が今最後にそれを申し上げたのも、保護者の子育て支援に資するということが目的だということで、条例にはしっかり謳われているわけですよね。だから今回のこの新しい制度において、果たして、保護者の、子育て支援ということだけでいいのかなというのが非常に気になるわけですよ。どうも、先日の議論も聞いていても就労支援も入ってしまうんじゃないかなと。その違いというのは皆さんどのように捉えますか。新里子ども未来課長。先ほど答弁したようにですね、子育て支援について、これまでもやってまいりました一時保育ですね、そして今回については、先ほど言いましたように、就労においての、パートタイムとかですね、そういった形に応じても、子育て支援そして就労支援につなげていくということでの一時預かりだと、認識しております。国吉正和議員。もう子育て支援の目的だけではなくて就労支援ももうしっかりそこに入れんといかんじゃないかなというのが新しい制度になってくるかなという感じがするわけですけど、でそこで、我々も前回の文教でもそうでありますし、で今回も閉会中の調査で現場の幼稚園を調査させていただいて、最終日には調査報告書も出すことになっておりますけど、その中で述べてやはり現場の幼稚園の先生方のお話を伺うと、それはそこの先生方のプライドという、分かりやすければそういう表現になるかと思うんですけど、プライドというんですか、要するに幼稚園は教育の場であると、教育の場であるというのがやはり私はそこら辺が現場の先生方との保護者とのネックに今後なっていくんじゃないかなと思ってるんですけど、いわゆるこれまでは定数30名という流れの中で約3分の1ですよね、幼稚園生の3分の1が預かり保育をしているということなんですけど、これが人数調査からも見て先日の答弁でも約倍増するというのがもう見えているわけですけど、だからそこら辺が幼稚園教育というのと保育というのとの現場、幼稚園現場におけるですね、認識のずれったらあれですけど、分かりつければずれになるかと思うんですけど、そこら辺はですね、担当課としてはどのように捉えてますか。知花学校教育課長。はい、幼稚園の教育要領の中に、指導の教育課程にかかる教育時間終了後の等の
終了後ですね、行う教育活動の留意事項というのがございまして、まあ、5つほどありますけれども、まあ、その中の、まあ、1つで、まあ、あの適切な指導体制を整備した上で、幼稚園の教師の責任と指導のもとに行うようにすることというふうな、まあ、留意事項もございますので、やはりあの午後の保育の担当の先生方と、午前の幼児教育を受ける幼稚園の先生方とは、やはり今後とも、しっかりした連携をしながら、同じ、幼稚園児ですので、そういった意味では、午前午後もあの一緒になって、連携した指導体制を構築していかなければいけないと考えております。国吉正和議員。ぜひ、そこら辺の、まあ、幼稚園の先生方からすると、ね、もう戦後ある意味で、40年、50年、長い歴史でそういうようなものがなっているはずですので、そこら辺のギャップをぜひですね、担当課としては丁寧に説明申し上げて理解を求めていただきたいなと思っています。で、まあ、次の2調査との関連もなるんですけど、先日の議論を聞いている中で、あの部活、小学校のですね、部活の時間の延長のお話があったんですけど、私はあの議論を聞いててですね、まあ、質問者は理恵子議員は、ぜひとも7時までお願いできんかという話があったんですけど、私はこの7時というのがですね、どういうふうにじゃあ捉えたらいいかと、というのは、新制度で一時預かり、することにおいて、まあ、基本は独自だけど7時までというお話もあるわけですよね。まあ、それは検討ということなんですけど、ということは小学生は7時まで、じゃなくて6時半には帰りなさいという表現、じゃ一方の幼稚園生は7時まではいいですよと、そこはぜひ私は教育長矛盾が出てくるんじゃないかと思うわけですよね。幼稚園生は7時まで、いいですよ、小学生は6時半には帰りなさいよと、あの議論を聞いててそういったちょっと懸念があったんですけど、どうですか。松田教育長。まあ、私たち幼児教育をするときにやっぱり子どもたち の体力能力というんですかね、そこの部分は保護者の皆さんと理解を深めていきたいなという部分がこの時間的な問題ですね。幼稚園生に長い時間やっぱりこう拘束をして教育をするというのは本当は好ましくないと僕は思っております。ただ、やっぱり今新しい新制度は必要とする全ての家庭が利用できる支援を目指すという前提がありますので、やっぱりどうしても保護者 の仕事の都合だとかそういったことはどうしても応援していかないといけないだろうなというふうに思っています。ですから、子どもたちがより豊かな質のこの教育を受けるためにはやっぱりある程度時間的な部分がありますので、その辺はまた指導の中で、休憩を十分取りながらですね、配慮していく部分だろうなと思います。ですから、まあ、先ほどの部活との関連からすると、まあ、矛盾するというお話もありますけども、できれば保護者にそういう理解をしていただいた上でできるだけ早く迎えていただけることをですね、保護者には理解を求めていきたいなというふうに思っています。国吉正和議員。私も今の姿勢に賛成でございます。これはなぜかと言いますと、預かりが今まで定員を30名だったのがやっぱり希望するものになってくると、仮に今まではじいちゃんばあちゃんが見ていた方でも幼稚園が預かってくれるんだったら、じゃあ幼稚園にお願いしようという流れが出てくるのが、私にそこら辺がちょっと怖いなというのがこの 新制度の一つの私は欠点かなというのがあるわけですよ。今局長がしっかりそういった姿勢を持ってらっしゃるということでございますので、それで、閉じますけど、であと待機児童の解消ですけど、まあ、私は村当局のあの姿勢というのはまだ評価はしないんですよね。先日の答弁というのはどうもあれは県は平成29年度までにはやらんといかんということでの、やはり強いそれがあって、私は行政当局もそうせざるを得ないんじゃないかなという視点で捉えているわけです。そういうような形じゃなくてですね、やはり待機児童というのは潜在も含めると
250名を私は読谷村には時間ですのでまとめてくださいということでありますので、その件について、もっと突っ込んだ表現の姿勢を伺いたいと思います。新里子ども未来課長。待機児童の解消につきましてはこれまでも村の課題ということで、いろんな議会の場でも議論してまいりましたけれども、29年度までに解消するということに今回しております。事業計画の中では、31年度までに解消するということで県と協議をしてきたんですけれども、この31年度までというものはですね、財政的な問題もあります。認可保育園を増やすためにはその財源が必要だということになりますので、31年度までという計画にしておりましたけれども、今回財政のシミュレーションもしましてですね、県の方が財政の支援をしていただけるということになりましたので、村の負担がその分、軽くなるということでですね、前倒しをして29年度までには解消していくという計画にしております。そして、待機児童の数につきましては議員の方から250名ということがありましたけれども、ニーズ調査の結果からは151名ということになっておりまして、その解消を目指してまいります。国吉正和議員の質問は終わりました。しばらく休憩をいたします。再開は11時10分から再開をいたします。だからね、そこの方がいいんだけどね、見やすいのは。時間はこれだけでいいよね。そんなに難しくはないはずだけど。Thank you.